皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、またまた大変です。記念動画を作ることになりました。先日チャンネル登録者数が700名に達しましたとお話ししましたが、あれから1週間後、ちょうど7日後に800名に達しました。ありがとうございます。思わぬスピードで、最近は登録者数が増えております。私一人の力ではおそらく無理ですので、どこかで皆様方が協力してくださっているのではないかと思っております。本当にありがとうございます。チャンネル登録をしてくださった皆様方、いつもグッドボタンを押してくださる皆様方、そしてコメントを書いてくださる皆様方に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。いやー、だんだん責任感を感じますね。ありがたいことではありますけれども、何かこう引き締まるものを感じております。今後ともよろしくお願いします。そこで800人に達したということで、今日はですね、このニコン DF で撮影した最新の写真をお届けします。いつものようにレンズは AFS ニッコール 50mmF1.8G でございます。今回はですね、ちょっとレタッチをさせていただきました。前回は JPEG 取って出し、ノートリミング、ノーレタッチでこいつの本来の姿をお見せしましたが、今回はちょっと秋っぽさ、秋らしさを出すためにサイドを少し強くしています。レタッチをしておりますのでご容赦願います。色彩の美しさを感じていただければ幸いです。いかがだったでしょうか。今回はレタッチを加え、サイドを少し強調しております。それにしてもすごくたくさんの色がねありましたね。こんなに自然の中に豊かな色があるのかということを今回は感じました。その豊かな色が私たちを豊かにしてくれている、その美しさが私たちに感動を与えているということもね感じました。
たくさんの皆様方がカメラを持って私と同じように撮影をしていました。みんな考えていることはやっぱり同じなんだなと思います。美しいものを写真で残したいということなんですね。 DF を持って外に飛び出すと本当に楽しいワクワク感が止まらないですね。このスイッチを回し、光学ファインダーを覗き込むと、もうそこには自分だけの世界が広がっています。そしてこの心地よい素敵なシャッター音とともに自分の写真が生まれるということでございます。ニコン DF にも慣れてきたので、以前より写真上手になっている気がするんですけども、いかがでしょうかね。DF の使い方もかなり分かってきました。今、広角レンズをちょっと物色中でございます。1ヶ月後か2ヶ月後にはね、2本目のレンズが入手できると思います。それも楽しみです。登録者数が800名を超えました。本当にありがとうございます。そしてニコン DF 友の会の設立がいよいよ近づいてきたなという感じです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。おやすみなさい。